さあ、年が明けましたが、我々はまだまだ軍事行動しますよ。狙うは高田城。ここを攻撃することで、ヤバセと、あとはこの辺の城との分断。で、さらには、平賀さんをおとり部隊として動かしています。今こうして山名が動いている時こそ攻め時。あとはうまく高田城に行けるかどうか。敵さんはまだまだ集結しようとしないな。こっちの米はね、持って4ヶ月なんですよね。相手の戦意はだいぶ低下して、お、三村が、なるほどね、密約ね。お、村上を狙うだと。もちろん村上を守りますよ。なるほどね、我々がアマゴを攻めている間に村上を攻撃すると。報告いたします。ご命令を。従属先を攻めるとは、まあなかなか上策だな。兵力は7500となれば、鍵城からちょっと出すか。のみさんでいけるかな。結構使うからな、部隊編成。そうなるんだ。あんまり米も使いたくはないが、まあ従属先は守っていかないといけない。米の消費1万1000だもんな。村上さん、ちゃんと迎撃加わってくれるかな。じゃあこっちは進んでいきましょう。相手は集結しないな。あ、集結した。ちょうど高田か。あ、村上さん勝ったんだ。あ、じゃあいいよね。もう交代しようか。ちょうど集結中のここかな。じゃあ騎乗。無駄に米を使わされたぐらい。いや、それが河野の策かもしれんな。あいつ侮れないな。で、高田城に集結しているんですよね。集結ってまだ時間かかるかな。いや、でも矢橋に行くとこっちの方が相手が守り側になりますよね。平賀さんの方で行ったら決戦になってしまうな。出陣するぞ。まあ突っ込んでいくのもありかもしれんが、集結は相手の方がやっぱり早いんだよな。となるとガチの戦になりそうだ。竹内さんあたり結構武勇高いですよね。奥義一戦持ちだし。報告いたします。だとすれば今のうちに調略をかけておいてもいいよな。じゃあもう平賀さん騎乗。まああえて沖縄山の方かな。まあこっちをこうおとり部隊で引きつけることで、こっちの部隊はここの本体には集結には加わらなかった。まあそれだけでもよしとしよう。結構赤いるね。ちなみに集結している部隊で、あ、ちょうどいますね。で、鳥取からの援軍も来たか。山名さんね。吉岡さんはそこそこ強いよな。じゃあ調略をかけますか。アマゴで言ったらこの面々で行くならば、桂元住さんか。行ってみよう。この顔して剣豪だもんな。なるほどな、なるほどな。ここまで言っといて本題に入る。お金4160、高いな。そんなにあったってもう使い切らないでしょう。なんか名刀欲しいとか。でも安易に城主を確約ってのもな。じゃあお金なら
どうだ。よし。戦闘の最中とか内容っていけるのかな。まあいいや、もう今でも内容しておいて、部隊が減ったってわけでもないんだ。ああ、隊長が変わったんですね。あとは副将系が引き抜けるっていう感じだな。とりあえずはちょいちょい調略はかけておきました。でもこういうのもね、使っておかないといけないですよね。じゃあ対面発動。決戦直前ですからね、こういう時に使っておいて、であとは兵糧とか忠誠とか一低下でもちょっと違うよね。はかりごと大きは勝ち、少なきは負ける。よし、これでちょっとは有利になったかな。じゃあ行きましょう。もう今回は正面からの戦、砲采配次第。これはいい戦いになりそうだぞ。旧部隊とはいえ2人ぐらいは引き抜いていますからね。で、相手の士気が下がっている。こっちが攻める側だから前回みたいに罠を設置しても来ないかもしれないんですよね。ただ今軍技力上昇させているんで、ここら辺でどんどんやっていきたいな。突撃隊ね、こういうのは怖い。本陣切り込み。罠はじゃあ今回やめとくとして、ドラで範囲内。相手はだいぶ分散しているもんな。位置変更でいって側面攻撃部隊をちょっと減らすか。兵力は上だからな、3部隊いりゃいいか。じゃあこうやって、でこっちは鉄砲隊で兵力は少ないんですよね。で作戦の方はおとり挑発とか義差実策で、騎兵隊はじゃあ荒木村重今回加わりましたからね。で作戦にはかぶらせることはできないんですね。じゃあ本陣切り込み。切り込みといやだな吉川さん。でまだまだポイントはある。一応はじゃあ罠もやっておきますか。山津波向きとかは、設定することはできない。とはいえ敵が前進してくるようにも思えないんですよね。で沼とかもある。基本的にはこう布陣している場所の周囲っていうのかな。じゃあ側面攻撃されると怖いからこっちに置いといて、でここにも置いておこう。もうやろうと思えば置きたい放題ですよね。怖いのは逆に味方がハマるっていうことはさすがにはないか。で味方の先方ゲージの増加ね。こっちは前進するわけだからこういうのを置いておいた方がいいな。1個と、じゃあこの辺で陣の方はもうもう前に置こうか。よし、じゃあこれでいきましょう。なんか悲しい鐘の音だな。ゲチよ。ここに罠を置くことで側面攻撃されてもなんとかはなるっていう感じにはなるかな。
始めるぞ。あとは本陣を発見する速度、さらには敵の罠、皆の者恐れるでないぞ。これによって下手すれば兵力がどっこいどっこいまで持っていかれるんじゃないのかな。お覚悟願おう。ゲッチよ、始めよう。名を始めよう。じゃあ行きましょう。いざ入ろうか。あとは義佐術策や本陣切り込みのタイミング。回り込んできそうな気もするな。覚悟せよ。ご命令ください。あとは敵の後続がどうなるか。バカな、こんなはず。固まって動くっていうのも結構危険なところはありますよね。なんか罠に迂回してくるっていう感じもする。ちょっと怖いな。元内さんをちょっと抜けておくか。始めよ、ゲチよ。あとは視界確保。覚悟せよ。でこっちは命令不可なんであんまり動くのも危険だな。覚悟せよ。あんまり分散させるのも嫌なんだがな。で命令負荷はまだまだか。この感じ見ると1ターンとあとは 1.34 ターンぐらいっていうところかな。ゲチオ、福原さんとか危なそうだが。ゲチオ、叩きのめせ。覚悟せよ。敵の居場所が知れました。なんか息子をおとりにしたように見えるが、はい、あ、こういうの入らないんだ。もうちょいだよな。え、来たのは清水さんか。始めよう。いや、鉄砲は撃てないからな。ご命令お覚悟願います。覚悟は良いか。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、叩きのめせ。覚悟せよ。始めます。ご命令を。じゃあ清水さん行きますか。どう出番か。で先方発動。格の違い見せてやるよ。一番手強そうなのは清水宗春だよな。そこら辺を早めに破っておきたい。くっ、油断した。てかどんどん奇襲されていくな。油断した。後ろがボブスのようじゃな。やりたい、前へ。でもこの辺とか明らかにね、本庄さん罠とかはまりそうな気はするんですがね。ちょっと兵力差は倍ありますが、後ろをついてもらおう。覚悟せよ。で突撃とかあとは臨戦とかが使える。ゲチ、突撃させると相手は交代するんですよね。ただ杉原さん一人で天子国久を相手にするのはきついだろうな。じゃあこっちをちょっと突撃を使わせよう。その首もらい受ける。ご命令お覚悟願おう。で村重は前進。ご命令ください、始めるぞ。ご命令を始めましょうか。始めるぞ。ゲチよ、お、もう出番か。我らが力示すは今だ。相手は山名家も加えている。兵力差はまだまだこちらが有利とはいえ、先方ゲージで言うと相手の方が上だし、まあ使っていない分上だし、戦況で言ってもこっちが若干劣勢。覚悟せよ。出るぞ。ゲチよ、ゲチよ、お覚悟願います。ご命令ください。敵の本陣あたりは多分ここだろうな。
ゲチ。ただギーサー10作がまだ使えないんですよね。攻撃されていないとダメなんだとするならば、こっちはちょっと前進した方がいい。いや違うな、こっちは本陣切り込み隊だから、こう言ってこうかな。お覚悟願います。負けてやる気はさらさらねえぞ。で春日差が来たか。士気はまだまだ持ってはいるが、ただ兵力のダメージ58ぐらい食らっているな。攻撃力が上がるんですよね。本陣に向け強制移動とはいえ、道中に結構敵いるからな。もうちょい早いかな。それよりかは清水さんを倒す方に行きたい。でこっちはこっちでこの辺の部隊かな、本庄さんとか。始めるぞ。ご命令をお覚悟願います。我らが破れるとはやりたい。よし、石川さんも竹内さんを調略したことで大将が変わったんですよね。でそろそろ何か使わせようか。いいね、突撃。この辺突撃も危ないからな。その首、じゃあ国士さん突撃。あとは猛攻とか賛儀副将のスキルのおかげでいろいろ変わるんだ。我らが力示すは今だ。覚悟しろ。ご命令を始めましょうか。ご命令を。さあ始めようか。出るぞ。始めよう。お隣さんはまた清水宗春で、こっちは突撃しているんで国久。ご命令ください。で荒木村重は本陣。滝の目線。こっちはちょっとどんどん下がっていきましょう。始めよう。よし、山田さん回想。我らが破れるとは。これで山田の援軍は壊滅した。でこっちが有利になった。さあ攻めの手を緩めるな。国久は後退していく。復帰した時がまあ怖いが、ただ大将を狙えるならば行きましょう。覚悟しろ。ゲチよ、ご命令お覚悟願います。高本ちゃんは突破したが、じゃあこっちは翔さん。ご命令を。さあ始めようか。覚悟せよ。清水はもうちょいか。なかなかさすが野戦も硬いのかな。やりたい。さあさあどんどん士気が低下していきますよ。春日さん、そして交代、ま、我らが。吉岡さんも倒したことで山田の援軍は壊滅かな。まさか負けるとは。さあどんどん部隊が減っていくぞ。で国久の方もならば、もうお調子者発動してもらおうか。僕の手じゃ見せてやる。移動力も上がっていますからね。国久さんも続こう。お覚悟願おう。で福原さんは国久。ゲチ覚悟せよ。で杉原さんはまあむやみに突っ込ませるのは危ないが、この配送まあ下がっていく春日さを視界に捉えることができればいいが、始めましょうか。でこの辺のはもうだいぶ壊滅しているんですよね。始めよ。ご命令よ。で高本ちゃんはじゃあ陣の破壊かな。これで相手は2部隊だけ。じゃあもう本陣切り込みを発動。まあもう決着はつきそうなんだかな。お、吸収ってことは向かってくるのか。無印だったら突っ込んできますけれどもね。いやでも下がっていくな。やりたい。前。でもこっちも兵力だいぶ減ったな。
まだ一部隊残っていたらと。立原さんか。基本的にはもう大将を狙う方向でいいですよね。始め、ゲチ始めるぞ。じゃあ国久と一緒に強撃。本陣切り込みは2ターン分ってところかな。引っかかったな。逃げ切れまいて。アマゴ春日さん、やりたい。で、立原さんは強撃。掴んだ勝機、逃しません。嘘、この状態で勝機、どこに勝機があるんだ。やりたい。完全強撃でボコられているような。突き合い、やりたい。本陣切り込み隊到着。まあもう効果は終わっていますけれどもね。でもギサ十作は強撃されていないとダメなんだ。いや、攻めの手は緩めませんよ。この手じゃ見せてやる。後ろがボムスのもう逃げようとしているのに村重が必要な追撃を繰り返す。まあ第一軍港は荒木村重だな。破れるとやりたい。で、立原くん何かな。なんだ、あ、勝機かな。どこに勝機なんてあったのか。亀の甲より年の甲よ。でもこっちの損害1万ですよ。ふう。お、この辺は入るか。宇山さん入るのはいいね。かたじけない。お、高田にこもっていた敵兵が逃げたか。いただいておくぞ。よし、分断成功。加藤さん一問なんだ。かたじけない。兵力は6000、米の消費はだいぶ抑えることはできました。備中松山か。沖縄山はちょっとやめといて、ここも取ってさらに分断。ヤバスよ、今のうちに取るのもありか。行くとするか。出陣するぞ。山名の援軍が、まあ上氏はちょっとまだ兵力ありますが、山名の援軍が十分に来ないうちにヤバスを取って、でこれで山名の援軍を阻止できればいいかな。見てみると山名家は交代したんだ。どっちを攻めるか。手っ取り早く落とせるならヤバセだ。まあ相手の出方を見てからにするか。山名が動くんだったらこっちは引いて備中松山を攻める。でヤバセの方は、あ、取り付いた。苦労せずに落とせるね。だとするなら自動布陣の方位。あ、強行12でいけるんだ。いや、でも兵力減るよな。交渉とかはまだ。あ、城主が不在ね。だったらもう強行するしかない。できないですよね、交渉は。山名は動かない。お、洪水ね。こっちは入ってはいないな。中国地方ね、災害とか毛利家か、災害とかあんまりね、あの被害ないんですよね。報告いたします。これより表情を行う。大事な時期ですよ。なんか結局は一問になるな。まあもともと能力が高いっていうのもあるんですがね。これにて表情を終えよう。お、舞台の視界拡大。トレイルの後は新山抜擢。基本的にね、一問重用だからね、あんまり意味はないからな。あと回収とかで
空き地は1個あるから何か増設できるかな、こことかね。天守は改修の余地がありません。設備はいろいろまだまだ付け加えるところができる。じゃあ鉄条門をここに置いておこう。これでちょっとはランク上がるかな。デフォルトで C か。山田さん動くなよ。よーし、ヤバセ落とした。この老いぼれに勝てぬのか。ことじけなし。植木さんとか確か調略できたような気はするな。まあいいや、騎乗。民がプンプンしているんでぼちぼち交渉かな。相手から講和してくれるといいんですけれどもね。浦上さんだいぶ兵力蓄えているな。あら、斉藤家だけだ。あ、見てみると今川家がもうここまで来てて、織田家はあとは長島のみ、さらには松平元康が向かってくる。あれ、桶狭間どうしたのかな。素直だな。あ、杉原さん46歳とか思っていたが結構年食ってたのかな。あ、どうした三好義興よ。いろいろ調略かけていたからな。まあよかろう。報告します。やっぱり荒木村重調略あたりがショックだったのかな。で、ヤバセ落として、あー1個か証券は。あ、でも同盟組んでいるんで三まさかいけるんだ。あとはこの辺だが、美味しそうなのはまあ中川清秀か。まあ一人亡くなったことですし、じゃあお互い武勇に優れていることですから、のみさん、ちょ、のみさんもね、あの厳島の時に村上家に対して調略かけていましたからね。で、あのイベント通りに本当に毛利元就から、いや、あの一日だけ船を貸してくれって言ってくれっていう風に伝えていたんですよね。嘘、 3% で失敗したの。なるほどな。あれ、成功すると思っていたのにな。じゃあ 29% とか絶対失敗するじゃん。なるほどな。いけるんだ、こいつよくわからんな。じゃあお金あげちゃう。あのね、奏者とか関係がどうのこうのって言っていたのにな。口惜しきことよ。じゃあどうする、あの外交をやめる。いいんですよ。よし、じゃあ今回はこの辺にしましょうか。次、米を回復させて、で、まあ備中松山なり、まあこの沖縄山あたりを攻めて、で最後には備中高松水攻めってのもなかなか面白そうだ。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。